こんにちは、世界的 VIP 源英です。さあ、今回外にやってきた理由がありまして、こちらでございます。 iPhone4 ですね。まあ今更使ってる人間ってほぼほぼいないと思うんですけど、 iPhone4 を持ってきてある検証をねやりたいと思います。それはこちらでございます。以前購入しましたタスカムのマイク、こちら家の中での集音って僕非常にいいなと思ったんですよ。音質も純正マイクより上がってるって思ったんだけど、外で使った際の感覚をですね、ちょっと記録に残しておきたいなという感じに思いまして、外にやってきました。時折風は吹いています、セミの声はしてます。さあ、どんな感じになるんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。はい、とりあえず歩いてみて、そこら辺のねちょっと集音がどういう風になってるのかっていうのをチェックしたいなと思います。どうだろう、足音とか入んのかな、これわかんないけど、こんな感じ。でも iPhone4 ってまだまだなんか使えそうだけど、個人的に綺麗です。さあ、マイクさんどういう反応をするんでしょうか。はい、一通りちょっととりあえずこの周りをぐるぐる歩いてみましたけど、いかがでしょうか。これで音声がダメだったら最悪です。はい、というわけで今ちょっとタスカムのマイクをつけて歩いてみました。外でうまく音声取れてれば幸いです。はい、とまあね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。今回この iPhone4 とこのマイクのね外での相性っていうのをねちょっと検証してみたんですけど、ちょっと今ね音声確認してみました、この端末でね。そうするとなんていうのかな、やっぱり普段より音をよく拾ってるなっていう印象ですね。思っていた以上に拾ってた。特に僕の足音ですよね。ここ砂利なんですけど、砂利を踏む中、砂利砂利っていう音が非常によく強調されてる、そんな印象でした。で、面白い音声が撮れる、つまり映像として残せるっていうことが分かってきたので、ますますちょっと興味が湧いてきましたね、このマイクに。そしてこの iPhone4、 あれ、まだいけんじゃないかっていうのを思わせる、ワクワクさせるような検証結果となりました。まあ、というわけでね、 iPhone11 出ましたよ。 iPhone11 Pro なんかすごいじゃないですか。カメラ3つついててものすごい面白いことできそうだと思うんですけど、ちょっと待ってくれと、旧世代の iPhone でも遊べんじゃんっていう体験をねちょっとみんなにしていただきたいなと思いました。そんなこんなで今回はですね、タスカムのマイクが外で使うとどういう風な感じで撮れるのかっていうのを検証してみました。お疲れ様でした。